ですね、肉じゃがを教わりたいなと思っていて、もう定番中の定番、皆さん作れますよね。で、これも唐揚げと一緒で、皆さんちょっとずつ味が違う。やっぱ店で食べるのとそれぞれの家庭で食べるの全部多分違ってくると思うんですね。個人的に思うのが、肉じゃがってお肉、まあ鶏肉入れる、豚肉入れる、牛肉入れるってそれぞれまたこれもあると思うんですけど、僕は牛肉派で、この牛肉の美味しさによっても肉じゃがの美味しさが変わってくるんじゃないかなって思ってるんですよ。で、あと、まあやっぱ肉じゃがのもう一つの主役はじゃがいも。このじゃがいももいろんな種類のじゃがいもが日本にはある中で、インカの目覚めっていう芋を使った時にめちゃくちゃ美味しくて、そういうなんか違った素材を使って一番自分の好みに合ったものを作っていくっていう風にしてもいいと思っていて、まあそのくらいなんか、意外と奥が深い料理なのかなって思ってて、今回はその多分一番一般的なものを使いますよね。何のお芋になりますか？インカかシンシア、他もいろいろ8種類用意してます。え、マジっすか？インカ来ました。シンシアは知らないけど、まあでもちょっと楽しみに。はい、やりましょう。水につけるって感じですよね。で、一口大の乱切りにしてください。乱切り？乱切り。あ、でもお好きな切り方で。乱切りって何だろう？違う気がする。野菜スティックになっちゃう。はい、玉ねぎ、くし形。もう一回？怖っ。あー危ねえ汗かいてきちゃった。ちょっとみんな真似しないでね、僕の切り方は。
ダメだ。食べやすいサイズに切るってことですよね。浸すぐらいですか？これかな？よし。だいたい火通ってきたなっていうタイミングですよね。8割ぐらい。うん、8割ぐらい来たかな。よし、ちょっと玉ねぎ入れますね。ちょっとなんか一生火が通んないんじゃないかって大丈夫かな。もういいですか？じゃあ白滝いっちゃいますね。まあ見た目がごつくても愛情があればね。じゃあ落とし蓋を作りましょう。落とし蓋。はい、オーブンシートで、はい、ここにする蓋を作ります。蓋ってこれじゃないですか？その蓋も使います。あ、この下に敷く。あ、そうなんだ。味の馴染みが良くなるので、ぜひ。へー、知らなかった。ハサミを使って作りたいんですけど、真ん中をちょっと開けたいんです。はい、丸く。ちなみにこれ何なんですか？落とし蓋用のシート。うん、あのお菓子を作る時とかオーブン使う時に。あー、はいはいはい、シートです。ちょっとウェの形になるような少し角度をつけて、こうなるよ。そんな感じ。ああ、なるほど。はい、OK。 熱っ。ちょっと小さめにして。はい、それが。あ、でもいいです。いいですか？はい。なんか調味料入れた後にそれを乗せます。はい。入れちゃいます。
みりんとお酒。これでいいんですしますね。美味しい。